ウェルカムバー地球圏の皆様、お待たせいたしました。今日はこれだ。劇場版アニメ機動戦士ガンダムシードフリーダムの新機体、待ってました。 HG144/1 スケールライジングフリーダムガンダムだ。名前も無駄に長くならなくてよかった。発売日は2024年の1月26日、価格は2640円でございます。皆さんはもう映画見ましたか？私は楽しみすぎてネタじゃなくてマジで寝不足になっております。これでまだシードは新作だって言い張れるぜ。このキットはハイマット、フルバーストシールドの変形ギミック、ポージングがバシッと決まるシードアクションシステムを搭載しているんですよ。ライジングフリーダムの活躍も気になるところですが、サクサクっと曇りなき眼で一緒に確認していきましょう。さてと、待ってましたよ。ライジングフリーダム、半年間もずっとずっと待ってたぜ。指折り数えてな。あ、ダッシュで映画見に行かないと。さて、多分これ、作ってる途中に映画、予約してやるんで見てきます。開けますか。こちらが HG ライジングフリーダムのシールでございますね。まあ、結構数は多めに見えますけども、基本的にまあ目立つパーツはウイングぐらいですかね。この大きさ、久しぶりですね。懐かしさすら感じるぜ。ホワイトのパーツ、ガンダムといえばホワイトでございますな。両肩のビーム砲がやっぱり一番目立ちますね。この長さ、ポージングをつけた時にかなりかっこよくなりそうです。ホワイト、イエロー、レッド、そしてクリアブルーの複合ランナーですね。やっぱり目立つのは新装備の突撃する遠隔操作できるドラグーンのようなシールド。新型の高出力ビームライフルはスリットが結構開いていて、おー。これは立体感のある表現ができそうですね。そしてやっぱりこれかな、完璧に透明ではなくて、このビームシールドはおそらく偏光樹脂が使われていて、かなり立体感のある無塗装で、この仕上がり非常にグッドだと思います。リモールド素晴らしいですね。透明感のあるクリアパーツよりは圧倒的に立体感が増しております。ストライクフリーダムの頃から圧倒的にパワーアップしていますね。ライトグレーのパーツ結構少ないです。ダークグレーのパーツ、ニューガンダムカラーとでも言いましょうか。完全にブラックではない、わずかに青みがかったこの絶妙な紺色、ダークグレー、紺とも言えるしダークグレーとも言える絶妙なカラーリングですね。非常に良いです。ありがとうございます。フレームのグレーのパーツ、カラーリングもいつも通りだし、関節ビームライフルやウイングの軸に使われるようなグレーの、フレームパーツと言っていいでしょうね。グレーのフレームパーツになります。そしてライジングフリーダムのパーソナルカラーのブルーですね。やっぱりこれが今回一番目立つポイントでしょうか。ライジングフリーダムといえばもうブルーっていうイメージが脳裏に焼き付いてますからね。ボディやショルダーパーツがブルーの成型色になっています。思ったより濃いですね。なんか水色ってイメージがあったんですけど、思ったよりだいぶ濃いブルーですね。これはいい感じだと思います。ありがとうございます。ビームサーベルやシールドのビームエフェクト、いつも通りですね。特に言うことなし。こちらが説明書でございますな。ナイス、ありがとうございます。パイロットが乗ってない、よかった。俺はまだ見てないからな、この段階では。多分完成映像を撮る頃には視聴が終わってるんですが、よくやった、ありがとうございます。さすが公式、素晴らしい配慮ですね。変形でカラーページ見せてくれるんだ。オッケー、それでは一緒に作りましょう。今回はですね、ニューアイテムですよ。ゴッドハンドのアルティメットニッパー、タキブトバージョン、折れにくくなって新登場ということですね。もうゴッドハンドったら商売上手なんだから、このタイミングに合わせたんでしょ。使います、ありがとうございます。よっしゃ、行きますか。それじゃあヘッドパーツからですね。こうやってカメラアイのパーツを先に差し込む、珍しいですね。顎のパーツにマスクを差し込んで、頭部の中心パーツにブスリと差し込む。ヘッドパーツとここを合わせて、でさっきのカメラアイのパーツを差し込んだ正面のパーツと合わせる。赤と黄色、ホワイトのアンテナ3色を重ねて、そのまま頭部に差し込めば、これで完成です。おー、いいね、すげーバランスいいわ、かっちょえー。これだけ見るとストライクフリーダムって感じですね。たった10個のパーツでパズルのように、このようにかっこいい立体物が出来上がりました。ほとんどホワイトとグレーなんで、色分けというのか、どうでしょうか。とにかくバランスはすごくいいですね。さあ、今現在ボディーパーツの組み立てですね。これ両肩や両足にシードアクションシステムといって、全く新しいアクションポージングが取りやすいような軸を採用しているそうなんですけども、まずピンが1軸あって、横に L 字の肩軸、それにボールジョイントがついているようですね。そこを肩の軸に差し込みます。はい、このようになりますね。引き出しと縦回転とですね、二軸の、非常に簡易的なマスターグレードのような軸ということですね。このシードアクションシステムというのが。なるほど、非常に作りやすいですね。たったの1、2、3、ボディの軸と合わせて3パーツで引き出し、肩の吊り上げをできるようになっていると。なるほど、なるほど。では腹筋のパーツを
ギュッと挟み込んで、カメラじゃ多分見づらいと思うけど、わかりますかね、赤い成形色が白い成形色に混じってるんですよね。これはかなり、別にクレームってわけじゃないですけど、かなり珍しい。相当慌てて作ったのか、白い成形色に赤い成形色が混じって一緒にグニャっと形になっています。まあ、うちの場合は塗るんで別にこういうのはどうでもいいんですけど、レアケースですね。あのカードのエラーカードみたいにかなりのレアケースなんじゃないでしょうか。私もいろんなガンプラ作ってきたけど、これ初めて見ました。へぇ、胴体の軸を差し込んで上から横腹を差し込む。そのままさっき作ったボディをパチンとはめて、フリーダムっぽいボディにレッドのパーツ、このボディをスッと差し込んでボディの走行パーツをくっつけます。でダクトのフィンを左右にはめて、これでボディの完成ですね。肩の引き出しギミック、おお、これがシードアクションシステムですな。ここまでか、出てくるのはここまで。はい、このように動きます。首はまあ普通かなって感じですね。でボディは、おお、かなり曲がる。いいっすね。おお、蛇腹関節のようにザビ丸やんけ。ギュッと伸びる。しかも結構自然だな。うん、いいっすね。これは楽しみだ。それでは最後に、やっぱりフリーダムといえばウィングパーツを組み立てましょうか。小羽をノーズコーンに差し込んで、2つのパーツをカチッと合わせます。で回転軸をパチンと合わせて、このままグイーンと回転させるわけですね。でウィングの軸を差し込んで回す。でライジングフリーダムの新しいスラスターを差し込む軸を差し込んで回す。でこの新しいスラスターはくぐらせてからはめると、結構面白い作り方ですね。でカバーを取り付けて、わずか3パーツで完成です。かっちょいいですね。でさっきのボールジョイント軸にはめると、これだけ。ちょっと伸ばしてから、まあフレキシブルに稼働させることもできますね。ぴったりくっついてるとこの稼働軸しかないんですけども、ちょこっと伸ばせばフレキシブルに稼働するようになります。これで表情がつけやすいですね。ブルーのウィングを紺のウィングに差し込んではめる。でパチンとカバーをして、この鍵のような穴とぴったり合うようにはめておきます。で同じ要領でブルーと紺のウィングをこうやって重ねていく。でビーム砲はもう非常にシンプルですね。はっちり合わせて銃口のパーツを差し込む。はい、これだけ。もう非常に簡単。でもちゃんと曲がります。でウィングに回転軸をこうやってつけて、さっきのビーム砲を差し込んで、小羽を差し込んでグイーンと回転させる。で同じように反対側の羽をパチンとはめ込んで、これで完成ですね。あれ、ホワイトのラインがない方がこの引っかかりのおかげでかっこよく見えますな。マジか、いいな。これぞフリーダムって感じだな。あ、いいな。これこのまま行こうかな。あとはバックパックにグイーンと差し込むだけですな。こちらも、はい、よし、これでウィングの完成です。ウィングの形状そのものはすごくかっこいいと思うんですよね。新しいスラスターウィングが2本追加されていて、カクカクっとしたこのウィング、かなり好きですね。よし、じゃあ組み立てましょうか。足を1本2本と差し込んで、右腕左腕上半身を接続、バックパックを差し込んで、これで完成です。お待たせいたしました。 HG144/1 スケールライジングフリーダムガンダムだ。さすがは最新キットにふさわしいバランス。特にフェイスパーツですね。頬のグレーは HG で立体化されたフリーダム系列で一番薄くてシャープな造形になっています。これによって顔がキリッと引き締まって、この小ささでも非常に精度が高くイケメンに仕上がっていますな。スタイルは立体化第一弾で、このプロポーションとは十分と言えるでしょう。ネットでなんかずんぐりむっくりに見えるというコメントを見たことがありますが、そこはこれまでのフリーダム系列に比べて足が短く、胴もわずかに縦に短い、そして頭部が一回り大きくなっているのがそう感じさせる原因だと思います。ただ細かい部分に注目すれば、腰のくびれがキュッと締まっており、足が流線形で細身、そしてかかとですね、ヒール部分がこれまでのフリーダム系列に比べると結構高めに、そして細くなっています。二次元的なかっこよさ、コミック風とでも言いましょうか、大げさすぎるくらいにメリハリをつけて立体化に反映させており、動かしてポージングをつけてかっこいいシルエットに仕上がっています。ライフルにはスリットや動力ケーブルのようなディテールがパーツ分割で色分けによって再現されており、少ないパーツながら立体感のある仕上がりとなっています。それではモビルアーマー形態へ変形させてみましょうか。まず首を上げて、こうアンテナが当たらないようにする。ノーズコーンをグイーンと動かしてかぶせる。お、すげえ、マジすげえ。この角度でやったらぴったりアンテナが干渉しない。
美しい機能美でございます。もうピン全然すげえ測ったように当たらねえんだけど、ここアンテナがすげえな。はい、全くストレスない。小バネを出します。はい、膝のウィングを立てて1本2本、つま先をピーンとする、つま先をピーンと、よし。あ、シールドをマウントする、この軸を股間に差し込む。シールドの赤いラインがこのように開くようになっています。ここにライフルのグリップをカチンと、お、しっかりはまるわ。最後にさっきつけた股間のパーツにシールドをはめて完成です。めっちゃ簡単だな。お、思ったより寝そべりだった思ったよりはるかに寝そべりだな。これ作りやすいでございます。非常にストレスフリーな変形でございますな。うー、寝そべり変形にギミックのある分厚いシールド、さらにビームライフルをあろうことか縦にマウントすることで、縦にも非常にボリュームのある変形状態になっています。期間限定のバーガーキングって感じですね。一口では食べきれない厚さです。基本的に機種をかぶせて小さいウィングを立てるだけというシンプルな変形のため、まあ、ストレスは全くありません。シンプルであるがゆえに簡単。足のシールドアクションギミックですね。この足の軸にスライドギミックが仕込んであって、このように伸ばせるんですね。軸を伸ばして、はい、ロック機構とかもなくて程よい渋みがあるので、保持力と遊びやすさを両立していますね。これはナイスでしょう。構造自体は非常にシンプルなんですけども、可動域を増やす工夫がここに凝らされております。シールドが結構でかいので不安でしたが、展開ギミックがあるにもかかわらず結構軽いのでポージングは全く問題ないですね。太いボールジョイントによって回転させるのも非常に簡単で、シールドの標準装備、逆手に持っての装備、ポロリも全くなく、とても遊びやすい仕上がりになっています。ちょっとこいつを見てくれよ。ビームサーベルのマウントだよ。カチッとハマってしっかり保持してんの。それでいてめっちゃ取りやすいの。なんだこれ、すごすぎる。ありがとうございます。まだ机の上にある。あ、こいつでボロクソに文句言ったビームサーベルのマウントが完璧だぜ。マジで文句のつけようがない。ありがとうありがとう、ライジングフリーダム。これはいいよ、完璧だ。しかもこれワンパーツなんだぜ。これめちゃくちゃ細かい突起があって、この先端にね、この食い込むポイントの先端に小さい突起があって、これでバッチリ保持できんの。ポロリしない、すごい。でも取りやすい。なんてこった。20年待ったよ首、肩、胴のシールドアクションシステム、特筆すべきはやはり両肩でしょうか。あらゆるポージングで重要な肩軸、これを引き出し回転し、うまく連動させ、アクションポージングがバリバリ決まりますね。ウィングの関節軸が1段階伸びるようになっています。このようにこれでシルエットが1段階大きくなるんですね。でウィングをこのように展開させれば、まあ、この連動連結されているウィングはまあ個別で稼働はしませんが、その分軽く仕上がってますね。操作も非常にしやすいです。プロポーションを崩すことなく、違和感なくシルエットのままで稼働を実現するという、さすがわざわざシールドアクションシステムなどという大げさの名前をつけるだけのことはあります。そしてそのアクションを阻害させるポロリがない。実に素晴らしい。シールドはめっちゃ簡単ですね。思ったより操作しやすい。ここに特化狩りがあるので、これを貼るだけ。はい、でここにこことこことここにビームエフェクトをつけて、これで突撃形態の完成です。専用のジョイントでフラッシュエッジ3シールドブーメランをかっこよく躍動感ある状態でディスプレイすることができます。全くポロリもなくしっかりと保持してくれる素晴らしいスタンド用ジョイントが付属しております。変更ビームシールドも立体感があって非常に美しいですね。最新技術を惜しみなく投入しています。ウィングの軸には伸縮ギミックがあるので、いきなりハイマットフルバーストモードもできる。非常に感慨深いですね。素晴らしい。翼を大きく見せるだけではなく、アンテナにガシガシ当たるようなことがないように仕上がっています。この両肩のアグ、説明書には超高インパルス砲シュトゥルムスバーハー、あれ公式サイトにはアグニ砲ってあったんですが、ギリギリで名前変えるのやめてもらっていいですか。テスト終了のチャイムギリギリまで問題を解く受験生のような必死こいた気持ちでこっちは覚えたっていうのに、俺みたいなバカにはギリギリチェンジなんてマジできついんですよ。泣くよウグイス平安京と泣くよウグイスあんみつ姫ぐらい違うから、マジで勘弁してくれ。シールドパーツの色分け、お互いの良さを十分に引き出し、
もちろんパーツ成形色で色分けも再現されている方が好みの方もいらっしゃると思いますが、パーツ数を少なく組みやすさも兼ね備えつつ、素組みで劇中のカラーリングを見事に再現しています。20年来の子さんも映画を見て、これからガンプラを作り出す新規のユーザーの方にも、多くのユーザーが組み立て体験を楽しめる立体物として非常にクオリティの高いものに仕上がっています。このライジングフリーダムガンダムはニュースタンダードになるでしょう。ポロリがない、遊びやすい、個人的に何よりも素晴らしいポイントです。あらゆる層のユーザーの方に安心して手に取ってもらえるコレクターズアイテムと言えるでしょう。いや、映画さっき見てきましたけど、最高でしたね。マジでライジングフリーダム買ってよかったわ。もうめっちゃ動くし活躍するし。もう一つ HG のライジングフリーダム、このガンプラ欲しくなりましたよ。映画の感想もぜひ下のコメント欄で私に教えてください。みんなで共有しましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。